はい、どうも皆さん、こんにちはです。スライムランチャー前回の続きからやっていきたいと思います。ということで、痛い、ちょっと待って、ちょっと待って、落ち着け。落ち着け。うわ。なに。怖い。なんかね、撮影外で、いろいろやってたら、なんかこの、ちょっと待って、これ。ちょ、なんか、とんでもねえモンスター生まれてるんだけど、なにこれ。ちょ、待って。お前ら待て。うわ。痛い。どうすんのこれ。これどうすんの、まずい。ストレスを溜めすぎたってことかな多分。ちょっと待って、クリスタルだけをちょっと回収して。クリスタルじゃない、プリット。こいつちょっと回収して。やばい、こっちもだ。うーわ、なにこれ。地獄絵図やん、もう。え、これどうしたらいいんだろうね、このタールスライム。ちょっととりあえずね、どうしたらいいかわかんないので、全部ね、海に捨てようかなと思います。全部海にね、捨てようかなと。うん。それで解決じゃない？お！全部いなくなった。海に捨てたやつは？あ、消えたね。いやー、なんだろうね。ストレスとかを溜めすぎると、ああいう風になっちゃうってことなのかな？うん、多分なんですけど、この狭い、なんだ、檻の中に、まあ、2、30匹は入れちゃってたから、おそらくそれが原因なのかなと思います。うん、あと餌をあげるこの、タイミングというか、何時間おきに餌をあげればいいのかとかね。そういったところもちょっとよくわからなかったので、まあ、多分そういうので、ああいう風になってしまったと、いう感じですね。いやー、マジか。これあれかな、一つの檻に、5匹ぐらいの方がいいのかな、スライムは。うん。入れすぎるとさっきみたいになっちゃうから、多分。おお、生き残りがいる。よし。こいつちょっと回収しよう。で、アップグレードでこのスピーカー、これが、まあ、買えるんですよ。350円で。こいつを買うことによって、おそらくね、ストレスをだいぶ軽減できるんじゃないかな、という感じなんで、まあ、とりあえずね、スピーカーをちょっと、買ってから、いろいろ探索に行こうかな。おー、なんだこれ？これ何？手に入れた。なにこれ？この箱なんだ。あ、え？お、クローバーオーナメント。ちょ、待ってよ。これ、所持してるアイテムの説明とかないの？何も。なんだろう、くらえ、あれ、これなんだろうね。なんだろうこれ。とりあえず持っといた方がいいのか。この辺にちょっと置いとこうか。消えるかもしんないけど。いやー、これちょっと重要なアイテムっぽいよね。でも、一応このスライムペディア、スライムペディアなるもので、調べてみたんですけども、出てこないね、このクローバーオーナメントの使い道。うん、ちょっとインベントリを圧迫するのも嫌なんで、ここに飾っとこうかなと思います。よーし。さあ、509円になったので、スピーカー設置してみよう。購入。よし。お？スピーカー。あ、ついてる。これか。よし。これによって、スライムたちの、ストレスはだいぶ、上がりづらくなるというか、ほぼなくなるんじゃないかなと思います。うん。で、このスライムはね、別の種類のスライムを食べると、まあ、ラルゴ体っていうなんかこう、ちょっと凶暴になるみたいな感じみたいなんで、まあ、できるだけね、同じ種類のスライムでこう、揃えた方がいいのかなということで、まあ、とりあえずピンクはここに入れといて、で、ピンクのでかいやつもこの別のところに、なんかこれ大丈夫。おー、これ絶対機嫌悪くなってるよね。絶対ストレス溜まってるよね、これね。まずい。じゃ、人参あげてみるか。人参あげてみよう。ほら、食え。お？おーし、いいぞ。よーし。機嫌良くなった。いや、まだ顔があんまり、お。ちょっと実験でピンクスライムを一体ここに入れてみようか。うん。どうなるんだろう。食べはしない？あ！え？どういうこと？進化したね。
わかったぞ、このロックプリット、この青いやつ。青いやつを食べると、進化すんのかな、もしかしたら。ほら、やっぱりそうだ。こうやってなんだろう、自分の増やしたいスライムを増やすこともできるんだね。なるほど。プリットはお金にするだけじゃなくて、そうやって進化にも使えるって感じなんかな。よしよしよし、だんだん分かってきたぞ。さあ、そんなわけで次の日になりました。お金が363円あるので、ちょっとこのアップグレードってやつを買ってみようかなと思います。ジェットパック気になるよねジェットパックすごい気になるんだけど。パーソナルスペースに侵入してきたスライムを撃退できる。ほう。ハートモジュール。なるほど。ちょっとこの辺でいろいろステータスを上げることもできるんですけども、ジェットパック買ってみよう。購入。よし。これでな、二段ジャンプ的、あ、二段ジャンプというかこう、一回ジャンプして、こう、あれ、できなくなった。あれ？できなくなったぞ。なんでだ？あ、あれですね。左下の青い、なんだ、スタミナゲージみたいな。あれがないとジェットパックも使えないみたいですね、どうやら。よし。いや、消費が早いな。消費がすげえ早いぞ、これ。オッケーオッケー。とりあえず、お、進化してる。ここの洞窟。ここにちょっと行ってみようかなと思います。どうやらですね、この洞窟にいるスライムは、機嫌が悪いと、いうことらしいので、ちょっと餌を、拾ってこようかな。人参とかがあればいいんだけど。さあ、数はあんまり多くないんですけど、ザロフルーツ持ってきました。お、ドクロマークあるぞ。やばいやついるんじゃね？うわ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 。ちょ、食い物食え。やばいやばいやばい。食い、いた。ちょ、食い物、食い物食え。食い物。おし。いいぞ。食い物食え。オッケーオッケー。なんか爆発するんだけど、こいつら。あ、ホタルみたいな感じ？ホタルスライム的な？あ、だいぶ機嫌が良くなったね。よしよしよし。ちょっとこの青いやつも、いろいろと取りたいな。オッケーオッケー。なんだこれ、水を回収してるのかな？よしよし。ルミナスプリット、光るやつゲットしました。こいつの名前はピンクルミナスラルゴ。ということで、まあ、ホタルみたいな感じ？うん、なんか光ってるからね、多分、そういうやつなんかなと思います。いやー、餌をあげれば、機嫌が良くなると。お？お？なんだこれ。スライムキーが必要？なにこれ、なんかゼルダの伝説みたいな。ボス部屋みたいな感じになってるな。ほう、スライムキーなんてものがあるんですね。よし、先に行ってみよう。うわ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 、ちょ待て。ちょ待て、やばい。お前、逃げろ、みんな逃げろ。あいつは、あ、消えたわ。おー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 、ちょ待て。ほら、まずい。え、全員倒した。あいつ出てくるとなんか BGM が変わるんだけど。そんなに悪役なのかな？お！なんか光ってるやついる！ラッキースライム、ラッキースライム、ラッキースライム。逃がすな。まずい、人参が邪魔だ。まずい、逃がすな。あ！マジかー、なんか取り逃がしたぞ。ラッキースライム？何あれ、ちょっと。取りたかったな、あいつ。さあ、この先ちょっとね、橋が続いているので、進んでみようか。おーおーおー、なんだ？でかいのいる。タビーゴルド、餌、肉。肉か。肉をこいつにあげれば。え、これでかすぎて持ち運べないんだけど、こいつ。すげえな、こっちは。あ、トレジャーポットロックされている。ほう。なんだ？中に何入ってんだろう。餌が肉？肉ってなんだろうね。鳥？鳥ってことかな？ちょ、鳥捕まえてこようか。さあ、岩ピヨピー一匹捕まえてきました。くらえ！あれ？ダメだな。肉、鶏かな？やっぱりでかいやつ。さあさあ、うわ！
また扉があるぞ。スライムキーが必要。ほう。スライムキーってどうやって手に入れるんだろうね。この先にあるのかな。ダンジョン的な感じ鍵を見つけてあそこを開けてボスを倒せばみたいな。橋もここで途切れてますね。マップを見てみるとこんな感じになっております。うん。ここの橋かな？こう来たってことかな？こっちに行くには、あ、新しい大陸というかこの新しい場所に行くには、あの鍵がついている扉を行く必要があるという感じなんですかね、おそらく。なるほど。ってことは、スライムキーを見つけるまでは、なんて言うんだろうね。今まで行ってきた場所の範囲内である程度、装備を揃えなきゃいけないのかな。さあ、お金が469円貯まったので、どうしような。畑を育てるか、新しいケージを作るかだな。ケージ作ろうか。うん。あの、青くてトゲトゲしてるやつ。あいつらをちょっと捕まえてここに入れようかなと思います。おー、すごいな。ジェットパックを手に入れたことによって、この、今まで見えなかった景色が見えますね。さあ、そんなわけで、この旅スライムっていう灰色のやつよね。こいつをここに入れてみようかなと思います。さあ、食え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 。おーおーおー、飛ぶな、飛ぶな、飛ぶな。こいつ飛ぶやつか。飛ぶやつだったっけ、こいつ。まずいな、ちょっと待って。ちょ待って、ちょ待って、ジャンプ力が高すぎる。あれ？値段下がってない？これ。ほら。なんかね、この、右の矢印、この右側にある。これがね、上がってるやつと下がってるやつがあるんだよね。なんだこれ。その日によって変わるのかな？もしかしたら。マジで。あ、プリットの市場価値は常に変動するって書いてあるな。すげえ。え、こんなシステムあるんだ。ほー。そんでもってタビースライムがね、全く餌を食べないんだけど、肉なんだね、餌。さあ、そんなわけで、こちらのね、タビースライム、餌が肉ということでですね、こちら。こちらに新しく、こちら、養鶏ケージ。これをね、作ろうかなと思います。よーし。お？お、すげえ、ロングバリアあるんだな。ぴょんぴょん草。ぴょんぴょん草、ビタミンシャワーとありますけど、なんだろう、ここに鶏を入れておけば自動的に増えてくれるんですかね。よし、ちょっと鶏捕まえてくるか。さあ、クルック2匹捕まえてきたので、ここに。え、これで増えるの増えるのかな、これで。ちょっとこのビタミンシャワーとか、ぴょんぴょん草。2倍の頻度で卵を産むってことなんで、このぴょんぴょん草ぐらいはちょっと欲しいところでありますね。ただ425円っていう結構な値段するんで、2匹でどのぐらいな速度で増えるのか、っていうのをちょっと確認しながらやっていこうかなと思います。さあ、そんで人参からちょっとこのキューブベリー。おーおーおー、早っ。育つの早っ。よし。人参からこのキューブベリーにね、作物を変えてみようかなと思います。オッケーオッケー。そんなわけで今日はここまでにしたいなと思います。とりあえずね、この撮影外でこの鶏のケージ、これをちょっとビタミンシャワーとか追加したりとかして、とりあえず肉だね。肉を、いっぱい取れるようにして、で、この旅スライムたちに餌をね、あげたいなと思います。で、こちらね、ちょっと触れてなかったんだけど、これ、クエストみたいなやつがここで受けられまして、これですね。左側に書いてあるこのスライムを集めてくると、これがもらえるということで、500円とかね、もらえるので、まあ、こういうちょっとクエストも、余裕があったらやっていきたいなと思います。ただ、このホタルみたいなやつ、これ。これはちょっとどこにいるかわかんないよね。で、こっちとか来てみると、まあ、こんな感じで新しい場所。これも、ま、1795円って高いけどね。開けることができるので、まあ、これを開けるためのお金もね、撮影外で、ちょっと貯めておこうかなと思います。
あとちょっとね、コメントで、この緑色のやつ。これの使い方をね、知ってる方いたら、もしよろしければコメントで教えてください。そんなわけでご視聴ありがとうございました。次回の動画もお願いします。